で、ここの壁があるから、ある程度、声が集音しにくくなってるだけで、もっと本来喋ってる声は大きい。和の声聞いても分かる。ボリューム最大にして聞いたら分かる。毎日あれやられて、こちらのことを話のネタにして、笑い話にして、ずっと挑発行為してきよ。それ十何年間やられてる。トータルで、もう特に最初の頃がひどい。2010年の頃。来てる客も、その辺の話で、ネタにして、笑い話に変えて、で、買い物行っても道端、横を通り過ぎたりする時もそうだけども、絡んでくる奴ら続出。本当に1日多い時200件。もう1日100件が普通。もうそんな生活耐えられへんから。で、怒るなっていう警察官の方がどうかしと。普通怒る。で、ルール法律だから正当防衛で怒ることぐらい認められてる。裁判所の裁判官も同じこと言ってるから、法廷で。私たちも怒ってしまうことあるんですって。で、ちゃんと法廷で怒鳴るときは裁判官めちゃくちゃ大きな声で怒鳴るから。もう机叩きそうな勢いで、本当に。いい加減あなたたちもその人から付きまとうんやめなさいって言って。離れなさいって。一回言ってくれてる。法廷で。大きな怒鳴り声で。傍聴席にいた人間なのか、法廷覗いてた人間か。電波の傍受とかの可能性だけで言ったらそうだし、だから裁判官の人が、粟井圭介が聞かされた内容と同じ内容の一部を聞いただけで、そこまでになってる。それを、十何年間やられて、しかも朝早い時、朝の6時から、車乗り付けてきよう。もうそれだけで喋らなかったも、もう鬱陶しいから、本当に。で、明らかに鍵が出回りすぎてる。春山整骨院の。で、その性質で、この辺の住宅の建物の中の、建物の鍵とかは、いろんな家の建物の鍵が多分出回ってるんだと思う。で、管理人なんかいらない、いらない。それ住宅公共公社とかのことや。で、あ、この、ちょっと剣を開けとこう。